FV105 サルタンは CVR の仕様に基づいて作られたイギリス陸軍の指揮統制車両である。APC 型の FV103 スパルタンよりも天井が高く、より快適な作業空間を内部に装備している。内装は車体の一方に垂直に立てられた大型地図用ボードと机があり、3名が向かい合わせに座れるベンチシートが設けられている。 これらの前方には4台の無線機を操作し、社長の命令をこなす無線主席が位置する。無線主席は L7 汎用機関銃を搭載したピントルマウントから射撃を行うために位置を上げることができる。さらにこれらの前方、機関室脇の小さな区画内に運転手が座る。操縦主席はバネ式のシートになっており、操縦主が車両の中で持たれる姿勢をとれ、 垂直姿勢をとると、ハッチの外に頭を出すことができる。車両の後部は、ブリーフィングエリアを作るため、テントを取り付けて拡張できるようになっている。大型地図用ボードは、車両から取り外し、テントの支柱にかけることができ、照明器具は、サルダンの電力供給部につなげることができた。しかしこの機能は運用中に、多くの車両から除去された。他の CVR 車両と同じように、 サルタンは当初、トカ用のキャンバススカートを装備した。しかし車高が高いため、この装備は、車体正面の傾斜走行部分だけに必要だった。後、トカ用スカートは、イギリス陸軍の全 CVR 車両から永久に除去された。サルタンは、化学兵器、細菌兵器及び放射性粒子の防御のために、NBC フィルターパックを装備している。ありがとうございます。